さて、詰めるぞよ。それでは皆さん、手を合わせて。いただきます。では、いただくのである。お弁当にクマさんがいる。ママに作ってもらったの。僕のママは電車作ってくれた。小太郎のは普通だな。これは忍者の母が作った忍者弁当である。え、すげえ。タクヤ殿、お主の弁当の写真を撮らせていただきたいのだが。あ、持ってきちゃいけないやつ。先生殿には秘密ぞ。ありがとうございました。うむ、良いであろう。すごいね、それ自分一人で作ったの。うむ、殿様弁当である。いただきます。小太郎の弁当いいじゃん、かっけえな。うむ、殿様弁当だ。本当だ。うむ、良いであろう。今日のお弁当どうだった？とっても美味しかった。そっか、よかった。今度は猫さんがいい。じゃあ一緒に考えてみようか。少し良いか。キャラ弁というものを作りたいのだが、うまくいかぬ。なので良いアイデアをいただきたいのである。アイデア？じゃあ花の部分はプチトマトとか。ではオエル殿、プチトマトを置いてくれぬか。卵を入れれば彩りが出るな。ではこのゆで卵をお願いするぞ。服は海苔やふりかけを。よろしく頼むである。ここミートボールでいいかも。なるほど、お任せするぞよ。この間は一人で作れてたのに、なんでだろう。今日のは前より少しヘンテコだな。お主はまだまだ子供よの。このお弁当は今までとは一味も二味も違うのである。猫さんのお弁当も美味しかったよ。ごちそうさま。はい。